ブルーノ・レオナルド・ギルバーは、オーストリア系のアルゼンチン人ピアニスト。フランス人とイタリア人の血筋も弾いている。日本では、ブルーノ・ゲルバーとも表記される。3歳でピアニストであった母親から、ピアノの手ほどきを受け、6歳で、ヴィンチェンツ・オスカラムッツァに指示。1948年に、小児麻痺に罹患、闘病生活を余儀なくされるが、これを克服した。歳で、 パリに留学し、マルグリット・ロンに入門。ロンは、あなたは、私の最後の、最高の生徒と語った。ロン・ティボー国際コンクールをはじめとして、数々の受賞歴を重ねる。ベートーベンやブラームスを偏愛しており、とりわけ前者のピアノ・ソナタの演奏で高く評価される。1968年以来たびたび来日し、2011年には70歳、記念ツアーを、 全国11カ所で開催し、喝采を浴びた。吉澤・ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書高徳書、2006年2月10日、166ページ、ISBN4 から7872から7208。 xhathttp コロンスラッシュスラッシュ www.kayokoono.com、ok、スラッシュ newleonardogelber.html 2011年11月28日閲覧、有機トールによる解説、CD、ゲルバー、ベートーベン、悲壮、月光、熱情のブックレット、デノンココマイナス7311 AB 演奏会パンフレットブルーノ・レオナル・ド・ゲルバーピアノリサイタル2013年10月21日アクロス福岡シンフォニーホールありがとうございます